こんにちは、速稼塾の久保です。いや、 AI の進化ってのはね、凄まじいもんですよね。先日ですね、 AI 美空ひばりというタイトルで、美空ひばりさんが AI 技術によって映像とかね、音声ってのをもう本当にね、作られたものですけども、いろんな人の思い出とか期待とか、それから今美空ひばりさんがいたらどういう風に歌ってくれるかなっていう思いを実現してくれた、そんなスペシャルがありました。それに対してね、やっぱり予想通りなんですけども、別の気持ちを持ってる方が記事を書いています。タイトルにありますけども、AI 美空ひばりに感じるリスペクトの欠如、中身は感情のない作り物ということですよね。まあ、どういう内容が書いてあるのか、大体想像ができますけども、最初にね、私も文章を読む前に申し上げておきますけども、AI 美空ひばりさんの映像を見て、感動したのは、確かです。そしてやっぱりね、胸が熱くなってもう涙すら出てきましたね。そしてこういうふうに AI であっても、誰かが作った作り物であっても、まるでね、自分の心に語りかけてくれるような作り物を作ってくださるからに無限の感謝を私はね感じます。テクノロジーが人の思いを可能にしたってことだと思います。実はもうちょっと前にですね、出川哲朗さんがお母さんと対話をする、まさにこれも AI で作った架空のね、お母さんですけども、お母さんと対話をするっていう動画も見たことがあってですね、出川哲朗さん自身ずっと言えなかった言葉を作り物のお母さんに告白することによってね、ものすごく心が晴れ晴れとしたんでしょうね。まあ大泣きをしている場面がありました。出川哲朗さんが心からの対話を誰かとしてですね、涙を流す映像っていうのはあれ以外にはないんではないかなと思うぐらいです。さあ、ちょっと前提が長くなりましたけども、どういうことなのか文章を読みながら私なりの考え方を重ねていこうかと思います。 AI 美空ひばりは感情のない作り物ね。おかえりトラさんっていうことについても語られているんで、これはまた別のクレジットでね、また解説していこうかと思いますけども、今回は美空ひばりさんの AI っていうのはですね、これがNHK スペシャルで、昨年秋にやってたよな、こんなプロジェクトをやっているってきっと紅白ありきで進めたんだなと、なんで気持ち悪かったというふうにね、この方は言われてましたね。で、 AI のことを認めつつも見せられたのは不完全なものだったしね、喋ったり歌ったりがなんかそのうち自然になってくるんだろうけども、やっぱり気持ち悪く感じると思うんだよってことを話してますよね。で、結局のところ作り物だろってことを言ってます。作り物の映像と声が美空ひばりに扮して本人のふりをしてるってことだろうと。その通りですよね。それは誰でも分かってるんですよね。その作り物と分かってるのに感動するところに、このテクノロジーの凄さがあるんですよね。言ってみれば映画とかドラマとかアニメってのも全部作り物なのに、人はこぞってそれを見るわけですよ。作り物と分かっていても感動したい、ハラハラしたい、もうね、再会したいとかね、思いを、夢を叶えてほしいって思いが人にはあるんでしょうね。で、本質はコンピューターが生み出したロボットなんだよなと。大舞台でも緊張しない、汗もかかない、大失敗もしないと。ますます気持ち悪いという評価があっても仕方がないってことだと思います。で、感情があるふりをしてるけど、その中身は感じのない作り物、やっぱり気持ち悪いということですよね。私は気持ちよかったですけどね。で、リスペクトがあればおこまくてできないっていう考え方ももちろんあるでしょう。でも、リスペクトをしてるからこそ、試行錯誤を繰り返して、現時点で最高の作品、もう未来はもっと素晴らしいものができるだろう。そして本人自体も、クローニングとかなんとかで復活するだろうけど、今はここまでが限界ですと。私の思いはこのぐらい強いんですよっていう風な形で、秋元康さんも詩を書いただろうし、あの番組を作った企画、プロデューサー、いろんな方が関わって、あれにゴーサインを出したと思います。もちろん、美空ひばりさんのね、息子さんでいらっしゃる、誰でしたっけね、加藤さんでしたっけね。加藤さんも、協力して、映画の映像の中では感動してましたよね。で、作る側は必ずファンのためっていう大義名分を言ってくるけど、いや、私は一人のファンとして、私のためによくここまでやってくれたと思いますけどね。だから、ファンのためっていう大義名分を言ってくるけど、本当に真摯なファンであれば、そういうことがアーティスト本人の意思と関係ないところで行われるおこましく、それ多いことだって一番知ってるっていうふうに、だから、要するに、このね、記事を書いた方は、あの美空ひばりさん AI で感動した方とか、あれに取り組んだ方は、エセのファンだっていうふうに言って、俺のが本当のファンだぜっていうふうにね、言ってるわけなんですよね。まあ、そう思ってもいいと思いますよね。人の考えはそれぞれですから。で、なのに AI で美空ひばりさん喋らせて新曲歌わせること、あんなふうに堂々できるっていうのはひばりさんのこと、本心では恐れ多く思ってないからじゃないのっていうふうに、まあね、人の感情を決めつけることはできないですけどね。そういうふうに思うのは自由じゃないですかね。で、これね、ここですよ。あの、喋りも歌も現実には作家とか作詞家がひばりさん自身の許可を得ることなく作って喋らせて歌わせて裏で操ってると。これはでも、
ね、全てのテレビドラマとかトーク番組とか、言ってみればテレビ全部が誰かの台本で演出でやってるわけですから、これを言っちゃうと私たちはどのコンテンツを見てもそれは誰かが言わしてるし、誰かがね、スポンサーが絵を描いてるわけなんですよ。だからね、これを言っちゃおしめよって感じですよね。で、委託の人たちにもいろんな方がいるとかね。そうなんですよ。委託っていうのも本当に、その人が降りてくるかどうか分かりませんよ。でも委託っていうね、架空の話に対しても人は喜びを求めたり感動を求めたり癒しを求めたりするもんですから、じゃあそんなこと言ったらね、手塚治虫の作品一つ読めなくなっちゃいますよね。あれも全部鉄腕アトムなんて、そんな架空のものといえば架空のものですから。でもあのドラマに私たちは感動して最終回をね、何回も何年もいつまででも語り継いでるわけですよ。だからそこまで言っちゃわなくてもいいんじゃないかなと思いますよね。そのうさんくささをひばりさんの AI に感じちゃった AI イタコだなということですよね。だからこの方の意見は全然否定するものではないですし、こういう考え方もあるということ、そして存在するってことはあると思います。ただこのドラマに感動してきた人がエセだとかね、うさんくさいとかね、気持ち悪いっていうのはまあ、あまり言い過ぎになっちゃうんじゃないかなと思いますよね。で、新しいビジネスなわけだろ、ビジネスなわけだろって当たり前ですよね。これはこの記事を書いた方もこのメディアを作ることによってアクセスを集めて商売盛んだよなって言ってますけど、あなたも商売盛んだよなってことなんですよ。皆さんね、もうこういうふうなね、自分の思いとかね、自分の欲望とかっていうのを、人を否定するためには、ああどうせビジネスだろって言うけども、自分を肯定するためには、いや仕事だから仕方なくって言うんですよね。まあそういうもんなんですよ。二枚舌は全然 OK だと思いますよ。で、ひばりさんはもう亡くなっているからそれぞれが思い思いに忍べればいいのにね。その通りですよ。思い思いに忍んだ結果 AI でこういうものを作ったって人がいてもいいし、それを放送したって人がいてもいいと思うんですよね。その放送は放送する権利がある人がやってるわけですから、放送をね、気に入らなければ別に見なくてもいいのに、結局この方も見てわざわざ気持ち悪い気持ちになって、そしてわざわざこんな記事を書いているというね。誰がこのね、AI 美空ひばりさんを見に行ったんですかとかね。誰がこの記事を書くような感情になったんですかってことは、もう自分で判断したのかなと思いますけどね。でね、ここに書いてますけどもね、まぶたの母とかね。確かにこの気持ちもあるんですけども、やっぱり想像の中で、空想の中で、自分の心の中で、勝手にね、本人の許可も関係者の許可もなく、美空ひばりさんに私たちは何回も自分の心の中で歌わせてきましたよね。それはどうなんだって話ですよね。で、ここに最後に締められてますよね。男は辛いよ、おかえり寅さんに美空ひばりさんの AI。なんだか年末年始は亡くなった人を使ってどうのこうのが目についた。いや、この二つの例だけだと思うんですけどもね。まるでお盆だよと。ここでギャグですね。まるでお盆だよと。盆と正月いっぺんにやってきたってのはこういうことを言うのかねって、その通りでございます。その通りだと思いますよ。やっと時代が、テクノロジーが追いついて、盆と正月がいっぺんにやってきたっていうことわざを成就させたのがこの例なのかなと思いますよね。皆さんはどう感じでしょうか。まあどう感じても私たちはね、思想の自由があります。表現の自由がありますからね。あからさまにね、人を冒涜したとかね、人を攻撃したものでなければ、まあ大概は許されるんじゃないかなと思いますよね。で、そう考えると、ここに、こんな AI の美空ひばりさん作った人ってのは、美空ひばりさんを、なんか、全然リスペクトしてないんじゃないかっていうふうに攻撃するのは、逆に言い過ぎなんじゃないかなと思いますけどね。私はね、こういった多くの人の、希望を叶えるっていうのはね、批判も、承知の上でやるっていうことはかなり勇気のいることだと思いますんで、やっぱりそういうのも込みで、リスペクトかなと思いますけどね。以上です。